今まで誰も見たことのないことだから、想像することや予想することすら難しい。高校でやるけど、メジャーでやるって聞いたときは、とんでもないことだと思った。成し遂げていることをどう表現していいかわからない。彼を100万個の言葉を並べた話を書いても、十分に伝わるかわからないね。大谷選手についてこのように語ったのは、ドジャースの同僚、フレディ・フリーマン選手。こう語っているフリーマン選手ですが、高校時代にはマックス150キロを計測するほどの剛腕投手で二刀流選手として活躍していたといいます。それだけ才能にあふれたフリーマン選手からこれまでの絶賛を受けられることがとても素晴らしいんですよね。そんなフリーマン選手は今ではドジャースの3番として大谷選手の後ろを打ちますが、やはり少年時代からプロに入るまでは投打において誰も手をつけられないくらいの選手だったといいます。プロ入りしてからも順調にマイナーでの実戦経験を積み、他を圧倒するような成績で MLB のトップ選手まで上り詰めました。ということで今回はフリーマン選手の人生を紐解いていきましょう。彼のスイングは危険すぎる。同世代では無敵の少年時代。1989年9月12日アメリカのカリフォルニア州で生まれたフレディ・フリーマン選手。大谷選手よりは5歳年上にあたります。父親のフレデリックさんとローズマリーさんの3兄弟の末っ子として生まれ、野球をしていた2人の兄の影響でフリーマン選手も生まれながらにして野球に興味を持つようになりました。ちなみに両親ともにカナダで生まれたカナダ人ですが、当時はアメリカのカリフォルニアに住んでいたため、フリーマン選手はアメリカとカナダ2つの国の市民権を持っているそうです。そのことが幸いして後に2017年の WBC でカナダ代表として出場しています。そんなフリーマン選手ですが、幼少期から野球の才能を発揮していたようです。6歳から T ボールと呼ばれる野球に似たスポーツをしていたフリーマン選手は、あまりの打球速度に彼のスイングは同年代の子供たちにとって危険すぎると言われ、3つも4つも年上の子供たちと野球の練習をしたといいます。またホッケーが好きだった父親の影響でホッケーも好きになり、幼少期から野球とホッケーに夢中になっていたようです。ちなみに好きだった野球チームはかつて大谷選手が在籍していたロサンゼルスエンゼルス。エンゼルスの大ファンで、1990年代から2008年にかけてエンゼルスで主軸として活躍したギャレット・アンダーソン選手が好きだったと語っています。兄たちと一緒に練習をし、投げては剛速球を投げるピッチャーとして、打者としてはホームランをかっ飛ばすホームランバッターとして、まるで大谷選手のような二刀流選手として少年時代を送ったフリーマン選手。同世代を相手にするのではレベルの差がありすぎて、常に年上の子たちのチームに所属してスキルを磨いていくことになりました。そんな順風満帆に思えたフリーマン選手の人生にある悲劇が襲います。母親の突然の他界。フリーマン選手が10歳の時に母ローズマリーさんが突然亡くなってしまいました。原因は皮膚がんだったそうです。突然大好きだった母親を亡くしてしまったことで精神的なショックを受けて、学校にもリトルリーグにも通うことができなくなってしまいました。しかし同じく野球をプレーしていたアンドリューさんとフィリップスさんの兄2人が懸命に励まし続け、日常生活を取り戻しました。母親をガンで亡くして以来、フリーマン選手自身も定期検診を受けてきました。本人曰くガンの家系だと言及しています。2016年に悪性のほくろが発見され、オールスターゲームの期間中に手術を受けたこともありました。手術自体は簡単なもので、後半戦にすぐ戦列復帰しましたが、メディアを通じて皮膚がんの検診を呼びかけました。こうした経験から皮膚がんに関する啓発活動を積極的に行っており、その強い意識は自らのいでたちにも現れています。西海岸の酷暑に見舞われようと、日焼けを防止するため長袖のアンダーシャツを着用。ちなみに2024年のスプリングトレーニングの最中も大谷選手が半袖で練習していましたが、その隣にいたフリーマン選手は長袖姿で練習を続けていました。二刀流として活躍した高校時代、フリーマン選手はエルモデナ高校時代、投手と三塁手の二刀流選手として活躍しました。投手では150キロを超える剛腕の持ち主で、3年生の時は6勝1敗、防御率 1.27 をマーク。打者としても打率4割1分7厘を記録するなど、投打ともに高いレベルにありました。その後2007年の MLB ドラフト2巡目でアトランタブレーブスから指名されプロ入りを果たします。しかし
この時は二刀流ではなく打者として入団しました。プロ入り後しばらくしてから二刀流の大谷選手についてフリーマン選手はこのように語っています。もし当時のエンゼルスに大谷がいたら大ファンだったに違いないね。でも僕自身が二刀流として育つことができたかと言われると、当時はメジャーで二刀流という発想すらなかった。誰も投打両方でできると思った人はいなかったし、絶対に話題に上がらないありえない話だったんだ。あと僕の場合は高校で投げさせられすぎて、すでに肘が痛くて、実はピッチャーを辞めてバッターに専念したかった。だからブレーブスはバッターとして認めてくれて感謝してるんだ。高校時代から高い打率を記録していることからも分かる通り、打撃に定評があり、スカウトの目に留まりました。その打撃スタイルはプロ入り後も変わることなく進化を続け、動画でも分かるようにコンパクトなスイングながら逆方向への鋭い打球を飛ばしており、マイナーでもすぐに頭角を現します。圧巻のメジャーデビュー、 MLB 屈指の強打者へ。入団から3年間をマイナーリーグで過ごしたフリーマン選手、高卒でプロの世界に入ったので若干21歳でのメジャーデビューとなりました。2010年のシーズンには AAA で打率3割1分9厘、18本塁打、87打点、OPS8 割9分8厘という驚異的な成績を残し、同年9月1日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューを果たしました。そしてなんと9月21日の当時フィリーズに所属していたメジャー屈指の投手、ロイ・ハラデイ選手からメジャー初本塁打を放つなど衝撃のデビューを飾りました。オフにはベースボールアメリカ紙の有望株ランキングにおいて、ブレーブスの選手ではフリオ・テヘラン選手に次ぐ2位、マイナー全体では17位の評価を受けました。1、メジャー1年目の2011年。2011年は開幕からレギュラーとしてブレーブスの正一塁手に定着。4月は月間打率2割2分5厘と不振でしたが、5月以降は調子を上げ、7月18日には打点が50に達し、これはブレーブスのルーキーとしては1954年のハンク・アーロン氏に並ぶ歴代最速タイという快挙でした。この頃から勝負強いバッティングでチームの勝利に貢献していたのです。7月は打率3割6分2厘、6本塁打、 OPS1.033 を記録し、ナ・リーグの月間最優秀新人に選出。最終的な打撃成績は157試合に出場して打率2割8分2厘、21本塁打、76打点を記録し、新人王の投票ではチームメイトのクレイグ・キンブレル選手に次ぐ2位に入るなど、レギュラーとして定着しました。 ② 勝負強さが磨かれたメジャー2から3年目。翌2012年も147試合に出場したフリーマン選手は打率こそ2割5分9厘に落としましたが、本塁打と打点は前年を上回る23本塁打94打点という成績を残し、前年からの成長を感じさせました。そして2013年は開幕早々に故障者リスト入りして出遅れましたが、復帰後は好調を維持、最終的には打率3割1分9厘、109打点、本塁打23本というメジャー屈指の打撃成績を残しました。さらに得点圏では圧巻の勝負強さを発揮し、得点圏打率4割4分3厘という記録。安定感と勝負強さが増し、この年に初めてオールスター出場を果たします。これらの活躍が評価され、シーズン後の MVP 投票では5位にランクインするなど、リーグを代表する強打者に成長します。この時まだ24歳という若さで、今から約11年前です。なのでフリーマン選手がどれだけ継続してメジャーのトップとして成績を残し続けているのかがわかるでしょう。またシーズン後にはアトランタ・ブレーブスと8年1億3000万ドルの契約を更新しました。この契約はブレーブスの英雄チッパー・ジョーンズ氏を抜き、球団史上最高額の契約。フリーマン選手は大型契約を経てこのように意気込みを語っていました。このような契約をいただいて非常に光栄です。ここ3年間で着実にステップアップできた。健康を保ち、これからも成長を続けていきたいと願っている。過度のプレッシャーをかけず、これまでやってきたことを続けていく。3、期待と成績のギャップに悩まされたメジャー4から5年目。2014年は前半戦は調子を維持して2年連続でオールスターゲームにも選出されましたが、後半戦はやや調子を落とし、レギュラー定着後では初めて20本塁打未満で終わりました。それでも全162試合に3番1塁手で出場し、出塁数リーグ1位を記録しています。2015年は相次ぐ故障に見舞われたため118試合の出場にとどまり、レギュラー定着後では初めて規定打席到達を逃します。打撃面では通算100本塁打を達成しましたが、
打率2割7分6厘、18本塁打、66打点に終わるなど、不甲斐ないシーズンとなってしまいました。4、キャリアハイの成績を残したメジャー6年目。2016年は前年2年間の悔しさを払拭するシーズンとなりました。6月15日のシンシナティレッズ戦でサイクル安打を達成。9月28日にはこの年の MLB 最長となる30試合連続安打。またジェイソン・ワース氏に並ぶ46試合連続出塁をマーク。最終的に158試合に出場し、打率3割2厘、34本塁打、91打点と当時のキャリアハイの成績を残しました。2017年 WBC カナダ代表として出場。2017年はシーズン前にカナダ代表として WBC に出場。フリーマン選手にとってカナダ代表として戦うことには大きな意味がありました。当時意気込みを聞かれたフリーマン選手はこのように語っていました。10歳の時に亡くした母親の出身地がカナダだった。母への賛辞という意味でもその国を代表してプレーするのが夢だった。しかし当時のカナダ代表の一塁手には第3回大会から出場しているジョーイ・ボット氏とジャスティン・モーノー氏がいました。そのため当初は代表入りを様子見していましたが、ブルージェイズ戦でトロントへ遠征した際、当時ブルージェイズに所属していたカナダ人選手であるラッセル・マーティン選手、カナダ代表コーチのティム・ライパー氏に相談、代表入りを歓迎されたことで代表入りを決断し、フリーマン選手の夢が叶った瞬間でした。2023年の WBC ではコロンビア戦でハムストリングを痛めたフリーマン選手は途中で離脱することになってしまいましたが、母の祖国のためにプレーした瞬間はかけがえのない時間になったのではないでしょうか。こうして見ると自身が住んでいる国より自分を育ててくれた母の祖国、言うなれば母国への思いに応えたいと願ってプレーする選手たちが多いことに気づかされます。 MLB を代表する選手へと進化した2017年から2019年、 WBC から幕を開けた2017年シーズンは5月17日のトロントブルージェイズ戦で死球を受けて左手首を骨折し、その後1ヶ月半を欠場。その影響もあり最終的に打率3割7厘、28本塁打、71打点などを記録しシーズンを終えることとなります。2018年は4年ぶりのオールスターゲームおよび初の本塁打競争に選出されるなど絶好調のシーズンとなります。最終的に自身2度目の全162試合に出場し、打率3割9分、191安打、44二塁打、23本塁打、98打点を記録。自身5年ぶりとなったポストシーズンでは自身初本塁打を記録して勝利に貢献しましたが、1勝3敗で敗退。オフにはゴールドグラブ賞を初めて受賞しており、堅実な守備も評価されたシーズンとなりました。2019年は158試合に出場して打率2割9分5厘、38本塁打、121打点を記録。オフにはシルバースラッガー賞を初受賞。また同年から新設されたオール MLB チームのセカンドチーム一塁手に選出されるなど、リーグ問わず MLB を代表する選手の立場を確立しました。 MVP に輝いた2020年、この年 MVP を獲得するのですが、コロナウイルスが蔓延した年でした。その影響で60試合の短縮シーズンとなり、開幕も延期。開幕するはずだった3月から4月は試合のない日々が続く中、フリーマン選手の3歳の息子チャーリー君とのほのぼのシーンが話題を呼びました。妻のチェルシーさんが撮影した映像を MLB 公式サイトの動画コーナーカット4が公開。屋外でチャーリー君と子供用の野球道具で遊んでいたフリーマン選手、チャーリー君が高めに投げたボールをプラスチックバットでフルスイングすると、メジャー屈指の長距離砲が放った打球は遥か彼方林の中へ。2人は顔を合わせて約8秒ほど膠着。チャーリー君が持っていたボールを下に放り投げると、フリーマン選手もバットを地面へ置き、急いで行方不明となった白球を探しに林へ向かった映像が映し出されました。父の威厳を見せつけすぎたフリーマン選手、フレディ・フリーマン息子に対しても容赦なしと綴られたほのぼの動画には様々な反応がありました。息子だっていつか追いつくよ、あの子はもうピッチャーになりたくないだろうね、ボールが落ちてこない自分も以前息子に同じことをした、息子さんすごく怒っているように見えたけど。開幕は先送りになりましたが、家族との大切な時間を過ごしたようですね。そして7月にシーズンが開幕。7月こそ打率2割5分9厘にとどまりましたが、8月中旬より上昇し、9月にはプレイヤーオブザマンスに選ばれました。また9月9日のマイアミマーリンズ戦で通算1500本安打に到達。最終的に打率3割4分1厘、13本塁打、
53打点を記録し、得点と二塁打はリーグトップでした。オフには2年連続となるシルバースラッガー賞、自身初のハンク・アーロン賞、シーズン MVP を受賞。さらにオール MLB チームのファーストチーム一塁手に初選出されるなど、攻守にわたって MLB トップレベルの成績を収めました。 MVP の受賞が決まった時、フリーマン選手はこのように歓喜のコメントを残しています。スロースタートで精神的にも辛かったが、家族やチームメイトが支えてくれた。いつか自分も受賞できたらクールだなと思っていたけど、なんてことだ、最高だよ。そして家族と一緒にこの瞬間を共有できたのも素晴らしい。そして MVP の先の目標についてもこのように語りました。言葉にするのが難しい。 MVP は最高だ。でもワールドシリーズでも優勝したい。来年達成できたら嬉しいね。新たに目指すワールドシリーズ制覇。驚くべきことに、この言葉はすぐ翌年に現実のものとなるのです。2021年もフリーマン選手は安定した成績を残し、通算5度目となるオールスターゲームに選出されます。さらに8月18日のマイアミマーリンズ戦で2度目のサイクル安打を達成。一塁手の複数回達成は MLB 史上5人目という快挙でした。そしてフリーマン選手が掲げた目標通り、ブレーブスはプレーオフに進出。10月12日に行われたブルワーズとの地区シリーズ第4戦では、同点で迎えた8回2アウトからフリーマン選手がサヨナラのホームラン。これが決勝点となり、見事ブレーブスはリーグ優勝決定シリーズ進出を果たしました。フリーマン選手はこの大一番での一打についてこのように振り返っています。高めの球にうまくスイングできた。試合前に研究し、それが一発につながった。野球人生でクールな瞬間はいろいろあったが、その中でも最高だ。でもこれが最後ではなく、あと何度か味わえることを願うよ。フリーマン選手はその後ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズでもホームランを放つなどの活躍を見せ、ブレーブスに勝利をもたらします。その勢いは衰えず、そのままワールドシリーズに進出。アストロズとの激闘を制し、26年ぶり4度目のワールドシリーズ優勝を果たしました。優勝が決まった試合でもホームランを放っていたフリーマン選手は、優勝の喜びをこのように語っています。今は実感が湧かない。でもアトランタでみんなの顔を見たら喜びが湧いてきそうだよ。私たちは今年、あらゆる問題、考えられる全ての障害に直面した。負傷者など起こりうるあらゆる種類の問題が発生し、危うい状況となった。実際うまくいかないこともあった。それでも私たちはその一つ一つを克服した。12年間尽くしてきたブレーブスでのワールドシリーズ制覇は、フリーマン選手にとっても非常に感慨深い経験となったことでしょう。ブレーブスから突然の移籍エピソード。一方でこのオフ、フリーマン選手はブレーブスと再契約はせず、FA 権を行使してロサンゼルスドジャースと6年総額1億6200万ドルの契約を締結しました。フリーマン選手はドラフトでブレーブスに入団してから15年、メジャーでは12シーズンも在籍しました。そのためブレーブスに対して人一倍強い思いがあり、ブレーブスで野球人生を終えるつもりでいましたが、まさかのドジャース移籍となります。その背景にはフリーマン選手とブレーブスとの間で確執があったのではないか、契約内容が納得のいくものではなかったのではないかなど、様々な憶測が飛び交いました。真相は判明しておりませんが、世界中のファンが驚いたフリーマン選手の移籍エピソードについて紹介します。2020年に MVP に輝き、2021年はチームの世界一に大きく貢献したフリーマン選手は、その年のオフに FA となり残留交渉を続けていましたが、双方の意見がうまく決着しなかったようです。その間ブレーブスは2022年3月14日に同じ一塁手のマット・オルソン選手をトレードで獲得。守備位置的にも一塁手としての出場機会が激減するだろうというチーム状況となってしまいます。フリーマン選手は当時の心境をこのように振り返っています。オフシーズンの間にブレーブスから連絡があったのは2度だけだった。あるとは思ってもいなかった。ショックで数時間は話すこともできなかった。このようにフリーマン選手はブレーブスへの未練を見せる一方で、故郷のロサンゼルスでプレーできる喜びについても語っていました。正直な話、自分が FA になるとは思っていなかった。でも故郷に戻ってこれたことに興奮している。古巣との再契約がなくなったら故郷に戻りたいと思っていたんだ。67歳の父と86歳の祖父が今も住んでいる。二人ともこれから毎日僕のプレーを見に来てくれると思う。15年前の高校時代のようにね。それは僕にとって特別な喜びだよ。複雑な心境を抱えながらドジャース移籍を前向きに語ったフリーマン選手。
そんなフリーマン選手の移籍に際し、プロ生活のすべてをブレーブスで過ごし、ブレーブスの黄金時代を支えた史上最高の両打ち打者と呼ばれたチッパー・ジョーンズ氏はこのように語っています。私は家族を失ったように感じる。弟を失ったんだ。そしてそれは痛い。1週間ほど前に戻ってやり直せたらと思う。フレディのためにね。フレディとの会話から彼はここに残りたがっていた。ただ彼と陣営の対応が実現するための方法であったかはわからない。2018年にアメリカ野球殿堂入りを果たしたほどの名選手もフリーマン選手の移籍を惜しんでいたのですね。今回の移籍がただの移籍ではなく、後に騒動となった発端はフリーマン選手が長期にわたって代理人を務めていたエクセルスポーツマネジメントのケイシー・クロース氏を解雇したとベースポーツ専門局 ESPN のアスター・オルニー記者が伝えたことにあります。理由は契約交渉でのクロース氏の対応にフリーマン選手が不満を持ったためとしており、フリーマン選手は MLB 公式に対しての声明文で事態は流動的と言及しています。しかし今度は米メディアフォックススポーツラジオのダグ・ゴットリーブ氏が自身のツイッターに衝撃的な文言を投稿。クロース氏がフリーマン選手に対してブレーブスからの最終オファーを伝えなかったと指摘しました。この最終オファーを伝えていればフリーマン選手はブレーブスで契約することになったでしょう。フリーマン選手はこの事実を2022年6月24日からのアトランタ遠征の際に知り、クロース氏の解雇に踏み切ったと綴りました。一方エクセルスポーツマネジメントはゴットリーブ氏のツイートに対して事実と全く異なると反論、さらに法的手段も検討していると強く否定しました。そしてクロース氏は ESPN に対してこのような声明を発表したと伝えています。誤った情報が繰り返されていることを傍観したくない。私たちはフリーマンに提案された全てのオファーを伝えた。メディアでは平行線のままでしたが、フリーマン選手が MLB.com にこのような声明を発表し、解雇報道が事実であることが判明しました。長年自分の代理人を務めてきたエクセルスポーツマネジメントとの間でいくつかの問題があり、現在彼らに代理人業務を任せていない。自分の代理人は定まっていない状況だ。またオルニー記者はフリーマン選手が代理人を解雇した理由についてかつてのチームメイトにこのように話したと伝えました。解雇理由はオフに代理人が行ったフリーエージェント交渉のプロセス、そしてその結末に怒りを覚えたからだ。先ほどもご紹介した通り、フリーマン選手は代理人との問題についてドジャース移籍後のアトランタ遠征中に知ることになりました。この時のブレーブスとの3連戦は非常に複雑な心境で臨んだのではないでしょうか。しかしブレーブスのチームメイトやファンからは熱烈な歓迎を受けていました。試合前のワールドチャンピオンを祝したセレモニーではブレーブス時代のフリーマン選手のトリビュートビデオが流れたり、ブレーブスの監督からチャンピオンリングを贈呈されるなど様々なサプライズが。フリーマン選手は涙をにじませながら地元ファンの大歓声とスタンディングオベーションに応えていました。凱旋記者会見では会場に入るや否や涙を滝のように流し、一旦席を外し会場を出ていくほど歓喜は待っていたフリーマン選手。会見が始まってからも涙が止まらずタオルで拭いながら話す姿が印象的でした。会見でフリーマン選手は複雑な心境をこのように語りました。この感情をどう説明したらいいのか。ただここに戻ってこられて嬉しい。ブレーブスとアトランタをどれだけ愛してきたか、もう何度も言ってきた。ここでの3連戦をどうやってプレーすればいいのか正直わからない。フリーマン選手をここまで追い込んでしまったこの移籍騒動、真相は不明ですが、ブレーブスとの残留交渉は当初から折り合いがついていなかったと言われています。フリーマン選手の希望は6年契約に対してブレーブスは5年契約を提示。それでもフリーマン選手は最終的に5年契約1億3500万ドルでブレーブスに落ち着くことを望んでいたと言われています。そこを当時の代理人が6年1億7500万ドル契約か5年1億6500万ドル契約でブレーブス側に時限付きで最後通告をしてしまったと報じられています。しかもそれはフリーマン選手の希望額より大きい額を球団に伝えたというから衝撃です。その通告を受けたブレーブスは5年1億4000万ドルまで条件を引き上げ、フリーマン選手を残留させようとしましたが、時限付きであることからフリーマン選手が資金力のある球団からオファーされているのだと判断してしまいました。そのため3月14日に同じ一塁手のマット・オルソン選手と契約したと言われています。そのブレーブスの動きを見たフリーマン選手はドジャースと6年1億6200万ドルで契約しました。
さらにそのうちの5700万ドルは後払いとなり、ブレーブスの本拠地であるジョージア州よりドジャースの本拠地であるカリフォルニア州の方が税金が高いため、契約価値としてはブレーブスより低くなってしまいました。節税のためシーズン中はロサンゼルスに住み、オフには家族と共にアトランタの自宅で暮らしているといいます。フリーマン選手は当初交渉が打ち切られたことについて、ブレーブスに裏切られたと思っていたとコメントしています。それが誤解であったことを後の報道で知ることになり、代理人を解雇したという流れのようです。そして複雑な心境のままブレーブスとの3連戦を終えた後、ドジャースのチームメイトであるカーショー選手はこのようにコメントしています。彼が歓迎されたのを見られたのはとてもクールなことだった。彼は間違いなくうちのチームに多くのものをもたらしてくれているから、彼がここで快適に過ごすことができるようになれば、うちにいることを本当に楽しめると思う。ブレーブスとの試合前には困惑した様子も見せていたフリーマン選手、それでも試合を終えたことで前向きな心境に変わっていったようです。週末のアトランタでは終止符を打つことを望んでいなかったかもしれない。あれはとてもスペシャルなものだった。でも終止符を打つことが必要だ。その時間だ。僕はドジャーだ。これから先の6年間ドジャーであり、そうであることに自分を捧げていく。そしてタイトルを取るための力になり続ける。ロサンゼルスドジャースのために。そしてドジャースの一員として覚悟を決めたフリーマン選手は現在に至るまで活躍を続け、チームの地区優勝に貢献、2年続けて MVP 級の活躍を見せています。ドジャース時代の活躍。ドジャースの一員として走り出した2022年、フリーマン選手は早速活躍し、両リーグ最多の199安打を記録しました。最終的に159試合に出場し、打率3割2分5厘、21本塁打、100打点をマーク。またキャリアハイの13盗塁も記録するなど、攻守に加えてそうでもチームに貢献しています。オフの12月5日には4年連続4度目となるオール MLB チームの一塁手に選出されました。ドジャース2年目となる2023年はシーズン開幕前に第5回 WBC のカナダ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たしました。フリーマン選手はカナダ代表としてプレーすることについてこのように語っていました。このユニフォームを着て全力を尽くすことに誇りを持っている。コロンビア戦でハムストリングを痛めて途中離脱を余儀なくされましたが、母国のために戦えたことはフリーマン選手にとっても特別な時間になったことでしょう。その後フリーマン選手はドジャースのキャンプに合流。シーズンでは5月18日のカージナルス戦の6回にヘネシス・カブレラ選手から満塁本塁打を記録し、通算300本塁打を達成しました。300本塁打全打点を達成したのは MLB 史上144人目という快挙です。さらに6月25日のアストロズ戦でラファエル・モンタロ選手から通算2000本安打を達成するなど、すでに達成している300本塁打と合わせて通算300本塁打通算2000本安打を両方達成した MLB 史上98人目の選手となりました。最終的に打率3割3分1厘はリーグ3位、211安打はリーグ2位を記録。12月17日に3年連続でオールスター MLB チームの一塁手に選出されるなど、フリーマン選手にとって記録ずくめの年となりました。フリーマン選手は2023年にリーグトップの59本の二塁打をマークするなど、本塁打を量産するタイプではありませんが、リーグ最多の二塁打は2年連続で4度目を記録し、二塁打マシンとして打線を牽引しています。また故障が少ない鉄人ぶりも長所の一つです。2018年以降フィジカル面で故障者リスト入りは一度もありません。2018年は全162試合に出場し、過去6年間で欠場はわずか11試合というタフネスぶり。安定して出場を続ける体の強さがあることで、打線の中軸に体が開かないことはチームにとって非常に大きな貢献と言えるのではないでしょうか。さらに今シーズンはベッツ選手、大谷選手、フリーマン選手で構成される上位打線は120年以上の長き MLB の歴史の中でも史上最強最高の上位打線になる可能性を秘めています。フリーマン選手にとっても今年はさらなる歴史を塗り替えていくシーズンになり得るのではないでしょうか。私生活について、大谷選手とフリーマン家族の関係。フリーマン選手は2014年元モデル兼テレビタレントのチェルシーさんと結婚。チェルシーさんは1991年4月生まれ、フロリダ州出身でフリーマン選手より2歳年下になります。チェルシーさんはセントラルフロリダ大学在学中ファッションモデルとして活動。学生だった2011年からフリーマン選手と交際をスタートし、2014年に結婚しました。2021年自身のファッションブランド
チェルシーフリーマンコレクションを設立し、スウェットや T シャツ、帽子などスタイリッシュ&スポーティーなアイテムをオンラインで販売しています。子供は男の子3人で、2016年に長男のチャーリーくん、2020年に次男のブランドンくん、2021年に三男のマキシマスくんが誕生。この時フリーマン選手はとある悩みを抱えることとなります。家族と野球、どちらを取るのか。マキシマスくんが誕生してすぐ、フリーマン選手がスプリングキャンプに合流し、家族と離れて暮らす日々が続きました。チェルシーさんや赤ちゃんたちとは遠く離れた環境にいることに、フリーマン選手は自分が間違った場所にいるのではないかと感じていました。10歳の頃に母親を亡くしてから、父親はフリーマン選手の人生に欠かせない存在でした。その間、フリーマン選手は父親に寄り添い、父親もまたフリーマン選手に寄り添い、2人は今でも毎日連絡を取り合ってお互いを大切にしています。そのフリーマン選手が赤ちゃんと離れ離れになってしまったことで、自分は野球を続けるべきなのか、引退すべきなのかという疑問を持つようになりました。幼い子供たちとの時間を大切にしたいと考えたフリーマン選手は、いつでも引退するという選択肢があることをチェルシーさんに打ち明けたといいます。チェルシーさんはフリーマン選手の考えに寄り添い、そうしたいのであればサポートすると返してくれたそうです。それでも自分が野球を引退することで、野球が好きで夢中になっている長男の夢を奪ってしまうかもしれないと考え直したフリーマン選手。キャンプを終え、カリフォルニアの家族の元に戻った時、温かい家族の笑顔に触れ、大丈夫だと思い直したそうです。自身が幼少期の頃、寂しい思いをしないように寄り添ってくれた父親のように、自分も子供たちに寂しい思いをさせたくなかったのでしょう。家族思いのフリーマン選手らしいエピソードですが、子供たちに MLB で活躍しているパパの姿を少しでも長く見せてあげてほしいですね。またフリーマン選手は大谷選手とも家族ぐるみで良好な関係にあります。妻のチェルシーさんは、大谷選手がドジャース移籍が決まった際、おしゃれにトップスを着こなした1枚の画像を X に公開し、話題を呼びました。トップスの正面には、ザ・ビッグスリーの文字とともに、ドジャースのユニフォーム姿になった大谷選手の画像が置かれていました。合成とみられ、その両隣には、フリーマン選手、同じく大物選手のムーキー・ベッツ選手が並んでいます。ビッグスリーの実現を心待ちにしているようで、文面には、ベースボールシーズンはまだ?と投稿。これを見たファンからも、たくさんの反応がありました。開幕まだかなって、フリーマンの奥さん素敵。フリーマンの奥さん素敵、奥様可愛い、素敵なお洋服ですね。そして長男のチャーリーくんは大谷選手のファンで有名です。2021年のオールスターゲームでホームラン競争に出場した大谷選手をフリーマン選手と見守っていたのがチャーリーくんでした。フリーマン選手にとっても印象深い場面だったようで、このように振り返っています。息子を連れてグラウンドで一緒にダービーを見ていたんだ。彼は目を丸くしてずっと大谷のバッティングを見ていたよ。チャーリー君はパドレスの若きスラッガーフェルナンド・タティス・ジュニア選手の大ファン。オールスターで誰よりも会いたがっていたのはタティス・ジュニア選手でした。フリーマン選手はチャーリー君とのやり取りをこのように明かしています。チャーリーがこう言ったんだ。ダディ、もっと活躍してくれないと。じゃないとオールスターでフェルナンドに会えないじゃないかってね。僕が活躍してほしい理由はそれだけって聞いたら、チャーリーはそうだよって言ってたよ。フリーマン選手はチャーリー君の思いに応えるべく頑張った結果、見事オールスターに選出。チャーリー君はダービー前のベンチでタティス・ジュニア選手とツーショット写真を撮り、夢が叶って興奮していたそうです。しかしその日の楽しみはまだ残っていました。フリーマン選手はすっかりパパの顔になって、目を細めながらこのように話しました。まだ小さいから集中力がなくてね、いつもはすぐに帰りたいとダダをこねるのに、あの日は大谷を見るまで帰らないと言うんだ。大谷が負けるまで集中するどころか口を開けてじっと見ていたよ。今はまだタティス・ジュニアが一番みたいだけど、翔平がかなり追いついてきたみたいだね。チャーリーはピッチングもバッティングも大好きだから、翔平の熱狂的ファンにならないわけにはいかないよね。この年のチャーリー君はベンチから大谷選手のバッティングを見つめるだけでしたが、2022年のオールスターで初対面し、ツーショット写真も撮影しています。その時のことを覚えているのか、大谷選手もチャーリー君との再会を待ちわびていたようです。地元紙ロサンゼルスタイムズが大谷選手とチームメートになったフリーマン選手のコメントを紹介。大谷選手とのコミュニケーションの内容を問われ、このように答えています。毎日のことだよ。チャーリーはどこってね。大谷選手が息子の様子を気にかけていることを明かすと、このように付け加えて大谷選手を称賛しました。翔平はうんざりしてしまうかもね。彼が付きまとうことになるだろうから。
2年前に会った息子の名前を覚えていてくれて、また会いたいと思ってくれる。そういうところが翔平らしいと僕は思うんだ。彼は単に素晴らしい野球選手というだけでなく、フィールド外でも素晴らしいし、素晴らしい人間なんだ。そんな大谷選手とチャーリー君は2月17日に再会を果たします。ドジャースのキャンプ地を訪れたチャーリー君は、クラブハウスにいる大谷選手のもとに。チャーリー君は恥ずかしがって、大谷選手の Hey Charlie, how are you? の問いかけにうまく反応できませんでした。しかしその後のフリーマン選手のサポートもあって、大谷選手とのツーショットに成功。フリーマン選手は練習後の取材で大谷選手へ感謝を伝えていました。この顔を見て、こうすれば7歳の子供は幸せになれるんだ。僕もとても幸せだ。ありがとう。チャーリー君の幸せそうな笑顔の写真を報道陣に披露したフリーマン選手、すっかり父親の顔になっていました。大谷を絶賛するフリーマン、2024年シーズンへの期待。このような大谷選手の行動に対して称賛を惜しまないフリーマン選手ですが、高いレベルで二刀流をこなす大谷選手をかねてから絶賛していました。2021年のオールスターに出場した際、試合前日のインタビューでこのようにコメントしています。野球はバッティングだけで十分大変なんだ。毎日毎日試合が始まる5時間前からトレーニングをして準備しないといけないからね。それにピッチング専用の練習や準備を加えるなんて想像もつかないスケジュールだよ。一日でも疲れるはずなのに、半年以上毎日そのスケジュールをこなすなんて本当に信じられない。並外れた身体能力だけじゃなくて精神力も不可欠だろう。大谷がどんなルーティンをこなしているのか、どのように試合に臨むのか、僕は彼のことをもっと知りたいんだ。さらに自身の頃とは違い、大谷選手の存在によって今の子供たちには大きな可能性があると言及しています。大谷のおかげで扉が開いたと思うし、子供たちの野球人生に大きな影響を与えるだろう。でも今のアメリカでは二刀流を育成するノウハウがない。通常は4から5年マイナーでプレーしたらメジャーに上がってくるけど、その間に二刀流の選手が育成されるかと考えると今は難しいと思う。だから翔平みたいに考え方の違う国からアメリカに発想が持ち込まれるのを待つしかないのかもしれない。ただこれから翔平の影響でアメリカでもマイナーに育成方法が作られていく可能性はある。間違いなく言えるのは、将来チャーリーのような野球人の卵が二刀流として活躍できる道ができたということ。そのことを僕はすごく感謝しているんだ。さらに2022年4月フルカウントの取材の中でこのようにコメントしています。言葉にするのは難しいね。特別な選手、人々が見たことがない信じられない才能の持ち主。2日前に本塁打を打ったかと思えば、週末にはマウンドに上がって100マイルの球を投げる。彼の活躍は正真正銘インクレディブルさ。そして今シーズンからはベッツ選手も含めた大谷選手、フリーマン選手の MVP トリオがドジャース打線を牽引します。その破壊力は開幕シリーズから威力を見せています。3月28日本拠地ロサンゼルスでのカージナルスとの開幕戦で、フリーマン選手は先制打にツーランと3打数2安打3打点の活躍で勝利に貢献。 MVP トリオが計5安打を放っての勝利にご満悦な様子でこのようにコメントしました。ムーキーは四球でスタートし、ショーは二塁打を打ったのでこのまま続けていきたい。今日はかなりの得点をマークしたとご満悦。経験豊富なベテランも本拠地開幕戦は独特の緊張感があるようです。開幕日は誰にとっても同じ。少し胃が痛むことがあり、誰もが興奮しています。それでも満員のファンに勝利を届けられてほっとした様子をこのように伝えました。ファンは夢中になっていたし、勝つことができてよかった。また今シーズンの大谷選手は打撃に専念することもあり、走塁への意識が強いようです。オープン戦でも素晴らしいプレーがいくつかあり、フリーマン選手が絶賛したのが3月6日のホワイトソックス戦。ランナー1塁に大谷選手の場面で、フリーマン選手がレフトフライに倒れると大谷選手が俊足を飛ばして2塁にタッチアップ。この隙のない走塁にフリーマン選手はこのように語りました。一番感心したのが外野フライで1塁からタッチアップしたことだ。こういうプレーがシーズンを通して勝利に貢献する。またスポーツ専門局スポーツネット LA が配信した動画によると、フリーマン選手は大谷選手の盗塁について話し合いは済んでいると答えました。僕たちは走塁について話し合ったよ。僕が打席の時はいつでもゴーサインだ。得点圏にいてほしいから彼が100盗塁することを期待するよ。大谷選手への信頼から出た言葉だとは思いますが、フリーマン選手の自信を覗かせる発信に頼もしさを感じますね。11年連続でポストシーズンに進出している上昇軍団ドジャースですが、
ワールドチャンピオンに輝いたのは2020年が最後です。大谷選手、山本由伸投手をはじめとしたスター選手たちが多く加入した今年は4年ぶりのワールドチャンピオンへの期待が高まります。それには MVP トリオの活躍は必須でしょう。その中でも主軸を任されることが多いフリーマン選手の出来がチームの不振に影響するのは間違いないのではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画ではフレディ・フリーマン選手の経歴をご紹介するとともに大谷選手との関係について紹介しました。フリーマン選手がいかに素晴らしい選手で MLB を代表する実力者だということが伝わったのではないでしょうか。また幼い頃に母親を亡くしたこともあり、とても家族思いで良きパパぶりがわかるエピソードが多かったのが印象的です。米放送局 MLB ネットワークは MLB トリオの同時インタビューの様子を公開しました。そのインタビューの中でフリーマン選手はこのように語っています。僕らは翔平をプレーオフに連れていかなきゃ。大谷選手はエンゼルスに加入後全てのシーズンで負け越しを経験。 MVP に選ばれた2021年にはヒリヒリする9月を過ごしたいとの思いを口にしていました。そのような大谷選手の思いを察してか分かりませんが、仲間思いの頼れるチームメイトがいて大谷選手も自分のプレーに集中できるのではないでしょうか。打線では大谷選手の後ろを打つことが多くなるフリーマン選手の活躍がチーム成績を左右するのは間違いないでしょう。これから5ヶ月後、ヒリヒリするような9月を過ごしていることを期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、たくさんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。